この日の牛長木です。メインの雨天走路にはうちの長男が通っている学校の陸上部が団体さんでいらしたので隅っこのレーンでアップさせてもらいました。大人数だと我が物顔で占有してしまう学校も多い中で、こうやって譲り合いの精神で活動される先生方には本当に感謝しかありません。まあそんなわけで雨天走路内でカメラを回してもモザイク処理が大変なので映像はなしです。スタート練習まで雨天走路で行って早々に外に出ました。9レーンは何人かの有志が除雪をしてくれていましたが、魔人はスパイクを履いて 4,5 レーンあたりを走っています。5センチ程度の積雪であれば雪の状態によっては気にせずに走ることができます。もちろん加速区間は水平方向へのプッシュが強いため、スパイクを履いていても滑りまくるので要注意ですが、ゆっくり加速していくか垂直方向へベクトルを向けて加速していけば中間疾走の練習はできます。したがって狭い雨天走路よりも外の方が有意義な練習ができると考えています。ただこれはちょっと吹雪すぎですね。前がよく見えない。雪にも負けずに頑張っていると徐々に走りやすい程度に落ち着いてきました。やっぱり神様って見てくれてるんですかね。神様信じてませんけど、スピードが上がってきたらしっかり乗り込みの意識を持って蹴らずに軸足を戻す感じ、ドンと乗ったらすっと膝を前に突き出すイメージです。これができれば多少の雪や雨では滑りません。滑るってことはそれができていない証拠でもあるので、まだまだだってことになります。そんなこと言いつつもちゃっかりスパイク履いてますけどね。外での練習が終わったら北西の空に青空が、晴れ男のはずなんですけどね、気のせいだったかな。まあ足元の雪はあったにせよ予定通りのスプリント練習ができたので満足です。メイン練習が終わった頃には高校生の集団も帰っていたので補強のハードルです。雪上のスプリントは通常の練習よりも疲労度が大きいのでこれ以上追い込む必要はなかったのかもしれませんが、ハードルと戯れたいの一心で無理しない程度に楽しんできました。ショート動画でも紹介させてもらいましたが、猫背や腰が抜けないように軸をしっかり保って膝を引き上げます。すねのラインが垂直なまま前に振り出さないようにしっかり引き上げます。引き上げた膝下はハードルを越えた後そのままストンと真下に落とします。この時地面との接地で心地よい音が鳴るくらいがちょうど良いと思います。接地がぬるっとしてはダメですが、無理やり音を立てる必要もありません。しっかり体重が乗れば自然と淡々と良い音が響きます。スプリントと同じようにリズムを刻みましょう。魔人的には乳酸系無酸素運動に突入するとされる30秒を意識して 1.5 往復を2本やりました。30秒に近くなるあたりでリズムが乱れてキレがなくなるのがよくわかります。日々の練習の積み重ねで、ここの乱れを少しでも小さくできるように頑張ろうと思います。